けさんっていう芦別のパン屋さんなんですけど、この間忍者さんがねパン買ってきてくれて、それがすごい美味しくて、今日もう一回買いに行きます。で、せっかく芦別まで来たので、ちょっと芦別の中いろいろツーリングして寄り道してからワルケさんに向かいたいと思います。次は三本奈良を見に行きます。あー気持ちいい景色だね。ここ左駐車場に来ました。チラ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 突撃うわ、めって出てる根だけでもこんなに長いぜ。なら出発、またね、さよなら。今度は目を叩きに向かいます。親切だな。なんかカーブの旅ごとにちゃんと看板出してくれてる。すげえな、芦別。頑張ってんな。ありがとう、ありがとう。今、夫婦滝の行く途中なんですけど、これね、忍者じゃちょっと来れないかな。インドっていうのかはわかんないけど、ボコボコもやべえし。やべえ、いろいろやべえ。初めてこんなにちょっとぬかるんでるしね。危ねえ、危ねえけど来ちゃった。わあ、綺麗だね。綺麗だけど下が見えないのは非常に怖いよ。ボコボコだぞ。危ねえ、足取られるわ。
畑公園にやってきました。これから500メートルくらい歩くと滝みたいです。これが全部上から流れてるのかな。音楽機内で素晴らしいけど、こんな山の中で雪女とか言われたくないで、怖いっちゃ。でも今一番怖いのはクマです。今バイクに帰るまでに一番怖いのクマです。マジで今日のクマシュズ。芦別市文化財。どれがどれ、砂利道ばっかりだぜ。ああ、気をつけろ。油断するなよ。気をつけろ。危ねえ。ああ、怖い、怖いよ。砂利だよ。わあ。ああ、やばい。
ぞ傾けたら死ぬぞ傾けたら死ぬぞ傾けたら死ぬぞ。